ミレーの配当もそうなの。そうなんですよ。なんか、いろいろ考えてるときに、ハイトーンの子がいても面白いかもと思って、ミレイに連絡して、次どうしようと思ってるみたいな、明るくしてみないって言ったら、明るくしてみたかったですって言ったので、ジャケ写の時結構金髪だったから、本当はそれが良かったんだけど、MV ちょっと暗かったね。染め直したんだろうね。でもね、自分が決めてる子の方が多いです、あの髪型。どう思います？って言われたら、こっちの方がいいと思うよとかは言うけど、ナナカはすごい髪の毛切りたがってて、私がすんごい昔にサードシングルになったらねって言ったんですよ。多分それをまだ覚えてて、多分もう2年ぐらい前じゃん、1年か2年ぐらい前にサードシングルになったらいいよって私が適当なこと言ったから、ナナカからサードシングルですけど切っていいですかって来て、でもちょっと今回は長い黒髪のロングがいいなと思ったんで、ごめんねって言いました。しおりんのウルフはあれです、ご自身のしおりのあれです。萌えちゃんの表現力素晴らしいよね。でもその余計にさ、アニメとか声優とかゲームか練習してさらにいいのよね。みんなうまいよね、歌。憧れちゃう。